ジャブとつけると毛穴がちょっと開いて綺麗に取れます。ちなみに今毛はほとんど抜けません。そんななんか生きてなくても毛穴とかが広がるの、死んじゃったり。そうそう、お湯でね、引っ張ってみて。全然抜けないでしょ。全然抜けません。はい、行きます。で、これあんまりやっちゃうと今度茹で上がっちゃうので、あくまでもさっと、ヒントも人がいて細くしなくて感じ。そうかな。羽のままやるんだ。羽を取るためにあるんです。羽を取るためにあるんです。ありがとう。本当知らんだよね。知らないって。よし、ね、これで、はい、剥いて。イエーイ。俺も基本都会っ。いいとも剥いたら。あ、剥ける。すごい、剥ける。プチプチと剥ける。これ翼も剥けるんですか。あ、すごい。はい、持って持って、こっちで。あ、持ってます。あの、なるだけこの中にしませんね。 あ、でももうチキンの匂いがするんだね。羽をこの中に。うわー、チビチビ。ツナを抜いてごらん。鳥さんご飯だよ。鳥さんご飯にするから。みんなで美味しく食べるんだ。はいはいはい。こっちからプチプチちぎるんだよ、はい。羽を取ってあげて、プチプチ。さっき鳥さんだよって。上手だな。ほらほら。取ってあげて。上手に言うね。死んでるから大丈夫。死んでるよ。ありがとう。ママがいい？よし、じゃあママが代わりにやってあげるな。お手伝いしてね、ママの。あ、プチ。あら、何？やってごらん。タコみたい、タコ。タコみたいね、吸盤みたいだね。すごいな。裏側も強いように。じゃあやりますか。皆さん交代でやったらどうですか。持ってます。こっちに来てみんな取ってください。あ、じゃあ下さん持ってる。素直がない。はい、お姉ちゃんの。あ、持ってる。もう一匹。これは知らん。お姉ちゃんの飲み物。このお姉ちゃんの。綺麗に。はい、ちぎれる。ここはこうなってるの。いろんな。あ、まとまりついてる。ああ、飛んでっちゃう。毛が飛んでっちゃう。寒い。羽毛だ。よいしょ。鳥さんの一人。どうぞどうぞ。ご飯みんなで食べるんだよ。こっちに鳥をこっちに寄ってもいいですか。鳥こっちに。あ、じゃあちょっとこっちの方。この広場の。皆さんで。はい。あれ、もう一匹が来ない。皆さん、むしってください。むしるんだって。むしるよ、むしるよ。鳥さんだよ。こっそり怖い？なんか、ちょっと、なんか、かわいそう。お母さんがかわいそうって思わないのかな。かわいそうだけどね、みんながね、ご飯食べないと私たちは生きていけないから。そうなの。ここのとこが取れない、意外に。大きくなるためにさ、これ、いつも食べてるんだよ、本当は。逆向きが意外に。ハンバーグも食べるでしょ。すごいなぁ。これで唐揚げだよ。唐揚げのこの鳥さんのお肉だよ。すごい。あ、でも全部剥いてよ。大きい羽も。あったかい。大きい羽。大きい羽も普通に剥いてるから。取れるんだ。もっと。剥いてみてね。剥いてごらん。一回やってごらん。あれ？ピって取れるよ。え？どうやって？取ってごらん。剥けんよね。この骨に。なんかすっごい硬いですけど、流れに取った方がいい。尻尾も抜けるんですか。本当だ、すごい力がいい。あ、そうなんですね。クリスマスだからだよ。そういう方って来たでしょ。抜けないよ。美味しい美味しいって聞くから。ありがとうございます。なんか抜けるっていうおかもしれない。なんか肉になってる。いっぱいがいるかもっていう感じがする。そんな感じですよね。まだすごいなぁ。引っ張ってもらって、向こうで引っ張ってもらって。うわ、すごい、そんなに取れるんだ。手が取れるのか。取れないの。そうですよね、手羽ってこれですよね。引っ張ってください、持ってます。うわ、すごい、全部一気にいく。ちょっとそれはずに。2、3本にしてください。分かんないけど、すごい、負けてしまう。一本一本。あ、でもなんか、穴がすごい。すごい。穴、これがついてた穴。そうですよね、これ全部。
そうなの、もう完全に入ってるの。ビキニクリだったら、うんうん、すごい。いやーね。あ、超えてる。おー、うん、手羽先になってますよね。手羽先は見られない。手羽先は声が先ってことか。おー、世界の山ちゃんはどんだけやる気満々だったんでしょう。みんなが、あれ、何千万とか。そうですよね。いきなり来てるのもやれません。なんか今まで実感がなかったけど。わかる。これをだんだん肉になってる。これを肉になってる。ですよね。すごいことだな。こう向けますか？反対向けます、はい。こっち、背中もお願いします。背中ここすごいいっぱい。ここはすごくキムチがいます。よくあるみんなやってて、みんな。おいしそうに見えるよって言われてるんですよね。頑張れ。ここすごい。でも一人のこと全然違って。匂いは動物の匂いがすごい。はい。入ってそう。ちょっと。はい。うん、協力して。はい。せーの。はい。どこまで泣いてるのが全然してる。はい。はい。ああ。いっぱい抜けた。はい。よいしょ。お、だいぶ大きいところが。が出てる。なんだそこ。ぼんじりとか。ぼんじり？うん、ぼんじり。焼き鳥のぼんじり。ここ。へぇ、美味しいんですか？美味しいとこ。へぇ。もうじゃあ。あ、じゃあそっちも。はい。お顔の手がないよね。お顔が綺麗に。食べた時に。高さ、もうちょっと下げますか？上げますか？大丈夫ですよ、ここで。はい。あ、一気にせーので、お、お、行きましたね。これは結構取りやすいですか？これがいい。これでもね、折れるよ、それぐらい。それぐらい折れよ。折れないの？硬いですね。とても硬い。そうなんだ。はい、人間を抑えるわけだから、風が来るのね、風が来るのね、風が来るのね、すごい。ごめん、持って使ってましたよね。手が、この毛はあったかそうだから、もったいないです。冬だから、羽毛じゃないですか、これ。考えれば。茶色い方大体取れたよ。取れたら、細かい毛は焼くから。あ、焼くんだ。あ、その足の根元。あ、すごい綺麗になってる。ここまでなる。ありがとう。またとか、すごい。またも。ごめんね、こんなとこ。すごいね。自分の手がさ、まあ、それはそれでいいんじゃないかな。これはほら。ああ、取れる？取れる取れる。それくらいはいいよ。さ、いい。じゃあその細かいのは多分焼けるけど、このなんか羽の軸、軸みたいなのが。そろそろいいかな？うん。あの、もうこっちは大丈夫だと思うので。はい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 。なんか軸みたいなの残ってる。かぶるんだね。軸みたいなの残ってるけど、いい。この軸なんていうの、この髪のこの軸を食べた時にね。寒くてどれが当たってる。ここ結構柔らかい。おじいちゃんだよ。ありがとう。もうだけど寒いとは言わんだろうけど、ね、あ、それはとてもそんなに入れないで、ね、そう、鳥肌に沿って思う。あ、火、火入れたらダメだって。こんなに一本入れない。こんな首が長いんだ、なんかね。これは何で炙ってるんですか？あの小さい毛を焼いてるの。長い毛を焼いてるの。見えない。見えない。よし、はい、それじゃあ今から。えー、いいですか。首がだからお肉にする。頭から取るんだ。
あの画像が固まったら撮れてるよ。はい、これ鳥ちゃんの丸ごとね、うん、今からパーツに分けていきます。まず、もも。もう鳥ってもう全部さ、このパーツパーツに、うん、あのお肉が分かれてるので、うん、さえ分かっちゃえばもう簡単です。この人焼いてるし、まだ軸がでもいっぱいあるじゃん。うん、目が痛くて直視できない。これがモモね。足だね、モモ肉。売ってるモモは、売ってるモモはこれを、そうそう、もともとの鳥自体のサイズが、お肉用なのはほんとこれの3倍ぐらい大きいから。だからよくあのケンタッキーとかの肉なんかは相当大きい。あれはなんで柔らかいんですか。あれはもう柔らかさはやっぱ肉用で、もともとそれは何ていうの、もう運動も一切しないからさ、もう食べれると慣れた鳥だもん。もう大丈夫。味は食べれる。食べれるよ、全部食べれる。もう大丈夫、もう大丈夫。あとこう通るときはすいませんって言うな、びっくりしちゃうよ。はい、これが、ここの中にこう骨が入ってるのね。だから開いたやつは全部こうやってここを開いて、うん、骨を取って、うん、基本的には、いや、血抜きしてなくても出ないのは、あの出ないですよ、そんなには。うん、これ人間の体も一緒よ。いやいや、これはなんていうの、その物理的な意味同じ。実はね、過去に。で、これが手羽ね。ここは食べるの。なんでこの包丁はそんなに食べるんですか。これはもうこういうなんていうの、下処理用のこういう包丁なんです。手羽先。山ちゃんで何個持ってる。そう、これが手羽元ね。これが手羽元で、ここが手羽先。この2つが。ちなみに当然のことながら、1羽から2本しか取れないわけさ。だけど山ちゃんあれ1人前は何枚入ってるの。すげえ量の。ここね、腰があって、はい、高いんだね。高いのが見えてる。でも、歌は冷めないね。で、これがね、なってきました。で、こっから、もうちょっと。むしろ穴、開けられてる。これが胸肉ね。アイドルです。よし。めっちゃ綺麗です。うまいね。これが胸肉ね。鶏の胸肉。で、ここの下に入ってるのがささみ肉。そうそう、ささみも1番に2本入ってる。
昔ってさ、うん、ササジ生で食べたことある？あ、今でも食べれますよ。今でも食べれる、うん、これは全然生で食べれる。やっぱり落とした時じゃないと食べれんもんなの？そうですね、やっぱり鮮度が。だけどまああんまり僕はどうであれ生で食べることをお勧めしないです。やっぱり、うん、これがわさびね。ちなみにもしよかったら刺身で食べたければ食べれる。食べたい、はい、あ、どうぞどうぞどうぞ。はい、刺身。どうぞ、いいよいいよ、いいよ、いいって。食べる、食べてみる。いただきます。喉、喉やらない。もういただきたい。はい、待ってるの。やっと着いたってとこ。お、甘い。これをこうやって持ってみて、はい、違うよ、違うよ。やっぱり美味しい。美味しいね。はい。旨味がすごい。刺身食べたい人いる？刺身食べたい。わ。リクさん食べる？食べる。あ、刺身だね。刺身食べる。はい。食べる。刺身食。もうここまで来れば全然。ここまで来れば何大丈夫？ここまで来れば減ってるよ。本当？ありがとう。美味しい。うん、ピアスなし胴体はどう？食べてみたいって、いいもん。美味しそう、美味しそう。これは美味しそうなの？全然いける。はい、本当？やっぱ手と足があるってことね。本当？でもこれだ！食べる！え？まだ食べるの？あんた。美味しい？がっくりしとるね。はい。もらえますか？はい。おいしいよ。はい、どうぞ。そうだね。こんだけね。お、お肉いっぱい。遅れたね。胸肉も2枚ってことですか？そう、胸肉も2枚。左右2枚。1枚ずつ。こんな綺麗に剥がれるんだ。いや、うまいからね。初めてやるともうちょっと雑になっちゃう。すごいね。ちょっと変更されてるんだ。怖いけど。よし。近いんじゃない？近いんじゃない？気になるよね。超美味しい。気になるよな。いろいろ興味がある。ほら、取れた取れた取れた。カメとかだと6時になってよ。分かった分かった。カメ取るんだよ。ほら、綺麗に取れる。首がそっちで、そこは何ですか？胸肉。え、はい、これは胸肉。胸肉。骨肉って、骨っていうかね、そう、皮内臓にピチッと。ああ、そうなんだ。腹膜沿いに切ってるんだよね。そうそうそう。腹膜？あの内臓が入ってる膜があるんですよ。人間もそうなんだけど、この膜を一枚破ると中に内臓があるんです。その膜の外側に筋肉とか骨がある。詳しいですよ。それは何匹も解体しとるし。あ、そうなんですか。やけどするぞ。はい。お仕事でおして趣味です。火入れ、危ない。よし、はい、もううまそう。綺麗。で、これがもう一枚のササミね。ササミ、胸肉の下にササミなんだって。そう、それがササミ。どこにあるんだろうと思った。本当ですよね。初めて。こういう形だもんね。ササミ売ってるの。これは難しそう。時間が経つと硬くなっちゃうんですか？うん、そんなこともないですね。ただやっぱり鮮度だから、こんなの。
みたいな感じで見えてきた、ね、本当そうですよね。はい、これがササミの2本目ですね。さあ、ここからがこの内臓でいきます。はい、頭がいなくなってきたし、最初に切ったね。ここにね、肩甲骨が、肩甲骨がここに、これを外して、うわ、すごい、それが肩甲骨なんだ。そうそうそう、うまいよ。やけどするよ。本当に人間みたい。同じものが。あばら裏。すごい。魚と一緒ですね。これがガラね。そっか。で、これが。はい、そうそうそう、これ心臓、すごい、すごい、え、こっち、あ、内臓か、これ内臓ね、すごいですね。え、こっちを外したの、お腹側、あ、お腹方、お腹、肩甲骨を外したお腹の方を、肩甲骨は裏にあった、裏にあった肩甲骨を外して、あの、胸の前が、胸の前を取った、これが肝臓ね。わあ、レバー、レバー、これがレバー、うん、これがレバー、あー、すごい、これが砂肝、きれいな、大きい、砂肝、そこにいるんだ、そうです、大きい、大きい、砂肝っていうのは、鶏はあの歯がないから、はい、あの地面に落ちてる砂をつまんで食べて、この中、これ筋肉の塊なんだけど、この中で砂とか石とかと一緒にトウモロコシとか硬いものを切るわけですよ。で、これを切るとどうなってるかと言いますと、こういう風に、あー、え、何これ、臭い、臭い、これ、これ、これが鳥の中の、あんまり、これ、これ石とか、ほら、こういう、で、この石を一緒に食べて、で、餌をこの砂肝ってこの肝の筋肉で餌を潰しながら消化するのがその鳥の、これ、せっかくだからさ、切り解体したら、なんか、え、寒くて見れないし、確かに寒い、寒い、相当ね、これ血とかが落ちるとさ、匂いがね、そう、だから基本的にこう肉の解体っていうのは、あの外でやる、皮とかさ、で、これが、そうそう、これがみんな食べてる砂肝っていう、僕たちはね、食べてる砂肝っていうんですね。ちなみにここも刺身で食べる、そう、今こう手が汚れちゃってるし、この餌の中身がついちゃってるから衛生上良くないのでやめときますけど、これが油ですか、で、これは皮下脂肪、黄色いのはね、で、どんどん出ていきます、危ないよ、で、これが腹膜ね、腹膜を取るとこれが卵管、この丸いのは、これが卵管です、これ卵です、黄身の、卵なんだ、卵の黄身になる前、うん、いいよね、これが卵管、いつもある、メスにはね、あ、常にあるんです、メスは常にあります、メスはもう常に、だから卵、ニワトリっていうのは受精せずでも卵を産むんだよね、無精卵なので、とにかく鶏っていうのは常にお腹の中にこういう、あの、そう、で、スタンバイしてます、どんどん、で、これがこの卵管を通って、羊毛、毛やってるね、なんか燃やした、これがこの卵管を、髪の卵管、卵管を通って、で、お尻から出てくるんだけど、これが今、卵の元だけど、一番早く出るタイプ、これは早く出るというか、もうお腹に今入ってたんですね、だからここに殻付きの卵がいる時もあるし、今まだ殻ができる前、あら、そうそう、たまにそれ売ってる時ある、すごい、これが内膜、これ今度
え、どんなの？あ、卵売ってる時ありますよね。売ってる時ある。このあれが卵。そうそう、これにこのお腹の中が通りながらカルシウムの殻ができる。どうやって取ったんだろうって昔は思っとったけどな。カルシウムの殻は鳥の中で。鳥の中でできる。で、鳥うん、その食べた吸収の中からカルシウムがこの周りにひっついていって、だいたいあの卵っていうのは今の最近のニワトリなんかは1日に 0.8 から 0.9 個生まれます、1日に約1個近く生まれます。で、実は言うとこの今日殻の中の籠の中に卵が3個あったんです。で、3羽いたから 1羽1個ずつ産んでるんだよね。で、1羽1個ずつ産んだ後に今もうそれがこれ控えてるわけだから、だから多分明日中に、今夜中にあの周りに殻ができるぐらい。早い。できるんだ。まあもちろんあの野生はそんなに早くできない。いや、のこういう産卵用の鶏っていうのはそれ用にもう品種改良されて、もうそれのプロフェッショナルみたいな頃だから。そうそうそう。で、これが腸と、これが腸、大腸、小腸ね。になってます。この下の黄色いのはやっぱ。この黄色の白いピンクなのが、これが肺。はい、あ、血管っぽいのがなんか。そう、肺です。そう、で、こいつが。マセラは食べるんですか？ん？肺は、ね、食べれない。食べれない。肺はこれ2回食べると。2回だ、あの、魚の。そうそう、エラと一緒。ニワトリって改良されたやつなんですか？うん、じゃあ、卵ってのはもともと、ニワトリってのはもともと、受精してなくても卵を産むわけさ。そういう生き物なんだ。そう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 。そういう生き物なんだ。そうやって食べるんだ。すごい。で、もともとが、要は、その、なんていうの？受精してなくても産むっていう特性があるわけ。だから、もともとみんな無精卵で全然産むんだけど、当然その無精卵っていうのは要は何あの完成形ではないわけ。生まれてきてもそのひよこにはならない。やけどするぞ。さっきのあの青い部分は何ですか？あれはね、胆のう。胆のう。うん。で、肉屋さんに出てこない内臓っていうのは食べれない。基本的にはね、食べれるけど、わざわざ取るのがもうめ。例えばなんていうの、今はこれ全部きれいに丁寧に取って説明してるけど、普通はもうここの自体を全部捨てちゃう。いちいちめんどくさいから。うん、黄色いの何？どうか？その手の下の黄色いの。これ？これ全部脂肪。これ卵。卵。え、これ卵なの？卵の赤ん坊。さっきのあのどこ行ったら黄色いの？あ、誰だ？回ってると思う。これが今のあれが殻がつく前の卵。これがお腹の中でできて、でここに殻がついて、この中に卵入ってる。入ってる。これ食べたら。これが今お腹の中。これめっちゃうまいよ。これが一番いつもこの卵かけご飯が一番うまい。だけどね、手に入るのはちょっと時間が。いや、やっぱね、多分あっさりしてんの。いや、濃厚の逆に。逆に濃厚？めっちゃ濃厚。こんなもん売ってないな、そういえば。この殻がつく前の卵かけご飯は最高にうまい。でもそんなどうやってゲットできるの？いや、こうやってやめる。めっちゃ小さくなる。こうやってさばくとたまにこう1個2個出てくるでしょ。それを1個2個も出てくるんだ。そうそうそう。それを。あ、でもたい。卵なんだ、ジュニアたち。みたいなね。そういったこの濃厚すぎて卵かけご飯には向かないの。だってもう黄身黄身だもんね。そうそうそう。今この方は女性の方？そうです。そうです。この人がほら、この人。ああ、この方は女性の方です。今から、あの。あ、一回湯がいたのね。鳥は、あの、羽を取るために。うん。でも、ほとんど生だよ。これ生だよ、全然。あれ、卵だよ。よし。はい。で、これを、また、で、今度は、はい。ちょっと洗って。これは柄です。柄です。はい、鳥柄。はい、続きまして、温帯いきます。ちなみにこういう、それが何？それ肝臓？肝臓、肝です。あ、肝です。あ、それが砂肝ってやつか。砂入ってる。砂肝はこれ。あ、砂肝でもその肝臓違うもん。そう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 。砂肝はこれがこうひっついてて、その中に砂が入ってて、で、砂でこうゴリゴリ、こすり合わせて消化する。で、これは剥いたやつ。